ディフェンスの枠を超えてる選手だと思うんですよ。まあ、僕がずっと言われてたのは、お前下手くそだからボール持つなって本当にこの人やる気あんのっていう。ただ寝てる時間が長い。入ってきた時は整ってなかったです。整ってったんですよ。左足はもうすごかったですよね。こんな才能あったらいいなって思わせられる選手、はいはいはい、お兄ちゃんみたいな存在だったかもしれないですね。まあ練習も来ないですね。あ、来ないとこもあったんですか、はい、これだと俺入る隙間ないんだよな。皆さんこんにちは、サッカーレスト TV の白鳥大地です。今回は元日本代表ミッドフィルダーで現在は経営者としても ご活躍されている鈴木啓太さんをゲストに迎えます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。今回はですね、啓太さんがご自身でご一緒にプレーされた浦和レッズの選手の中からベストイレブンを選んでいただきました。はい、メンバーはこちらになります。もうこれね、選ぶの大変でしたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。16年プレーしてましたから、そうですね、はい、もういろいろいい選手いて、はい、まあこのメンバーをね選んだんですけれども、はい、難しかった。難しかったですか。じゃあまずキーパーがですね、はい、こちらの鈴木選手です。うん、鈴木選手は、パフォーマンス的にはどんな印象がありますか。もう鈴木さんは、はい、まず怖い怖い怖い閉まるんですよ、チームが。あー、なるほどなるほど、はい、で、はい、あとは代表されるのはフィードですよね。あ、はい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 、もちろんそのゴールキーパーとしての能力、うん、ストップっていうところはあるんですけど、はい、何よりもね、そのボールを奪ってキックで一発でチャンス作れるっていう、まあ、今のゴールキーパー、現代のゴールキーパーの何ですかね、求められる要素としての、はい、まあ、攻撃の一番最初のスイッチ入れれる、はい、起点になる選手。あの当時鈴木さん以外にあんまりいなかったと思うんですよ。あ、確かに。今はねレッズでいうと西川周作選手とか、はい、まあ、あの J リーグの中でもそういった選手増えてますけど、うん、鈴木さんのキックすごかったんですよ。鈴木キック、はい、鈴木キックで、はい、僕ここにもう一人、もちろん山岸選手っていて、同じ時代でね、なんかちょっとポジション争われてたような。そうなんですよ、はい、イメージありますね。2人の仲の悪さというね、ライバル関係バチバチの、ね、バチバチ、もう2人一切喋らなかったんじゃないかな、はい、そうなんですね。もちろんあの2人ともプロ選手として大人ですから、はいはい、いいライバル関係だったと思うんですよね。だからあのストップ、ゴールキーパーとしてのストップする技術っていうのは、うん、鈴木選手よりも、はい、鈴木さんよりも山岸さんの方が上だったかもしれないですよ。なるほどなるほど。ただ、まあ、鈴木さんの方が何でしょう、印象に残ったっていう、 もう一番最初から悩みましたよ。あ後ろから、そう、2人との関係もありますし、はい、ただ鈴木さん今ね、議員さんやられてるんで、ちょっとこっちにね、はい、なるほど、票を入れとこうかな。なるほどなるほど。じゃあ次の、坪井選手、うん、はい、もう何よりも安心、はい、僕はあのボランチのポジションでしたけど、はいはい、例えば自分が、剥がされたとしても、はい、2対1の場面でもうまく対応してくれるんですよ。で、時間作ってくれたり、もちろんインターセプトもうまいですし、はいはい、ボールつなぐ時のね、あの難は、はい、僕と共に安心感がなかったんですけど、はい、僕と坪ちゃんはね、はい、だけどやっぱこうディフェンスの観点でいうと、うん、本当にね、もうこの辺のエリア、はい、ほとんど任せられるんですよ。まあもう1対1の強さ、あとはね、性格的に、はい、試合中もね、なんて言うんだろう、ディフェンスとしてすごく前の選手たちにこうブワーって言うっていうよりも、はいはいはい、その選手が動いたところにこうスッと、はい、スッとポジション取ってくれるので好きなようにプレーさせてくれる。じゃあこう周りの選手が気持ちよくプレーできるように気の利く選手というか、うん、そういうタイプの選手だったんですね。気の利くパスが出せないだけです。あとは気が利きます。なるほど、はい、なるほど。坪井選手って性格的にはちょっとこちら側の外側から見てるイメージだと、はい、おとなしいのかなみたいなイメージありましたけど、はい、実際におとなしいですよ。あ、実際おとなしいんですね、はい、やっぱり。今はね、はい、YouTuber として活躍、YouTuber じゃない、はい、デルチューバーとして活躍してますけど、はい、メディアいろいろね、はい、出てらっしゃいますけど、はい、もうそのまんまです。あ、そうなんですね。で、大人ですよね。あ、なるほど、うん、はいはい、僕はもう最初に
坪井さんが、はい、こう来た時に、はい、この人本当にプロでやっていけるのかなっていうぐらいの、もうあんまりこう言わないし、はいはい、大丈夫かな、はいはい、でもそれを全てプレーで超えてくるんで、だからもしかすると、はいね、今これ352にしてますけど、この坪井選手がいることによって4枚にもできるし、あ、そうですね、4バックにもできますよね。でこれ逆にあの、うん、坪井選手がセンターバックもできるけど、はい、サイドもできるし、はいはいね、とか、まあ本当にこのディフェンスのラインだったらマルチにできる、うん、ただつなぎだけができないっていうこれも3回目ぐらい、あ、3回目そこだけ強調しとかないと確かに特徴なくなっちゃうじゃないですか。確かに確かに、いいところですよ、それが坪井選手のね。変わりました、はい、もう次 の、 あのトゥーリオ選手はもうそれこそね、性格で言うと真逆かなっていうイメージがありますけど、はい、まあもう2006年で MVP も取ってますし、はいはいはい、まあ、移籍した先、うん、名古屋でもそうです、ね、まあ、タイトル取ったりもしてますし、うんうん、時にはねこのこうフォワードにいるっていうね、はいはい、あのディフェンスの枠を超えてる選手だと思うんですよ、はいはい、もちろんボランチもできるし、うん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 、何よりもあのヘディングの強さで、はい、一番こう注目されるところ、うん、ありますけど、はい、あとはこう攻撃的なところありますけど、はいはい、すごいのがテクニックがあるんですよ。で中距離のパス、はい、これが多彩なんですよね。あ、なるほど。グランダーで出すこともできるけど、はい、あの中盤のディフェンス、はい、相手の中盤のディフェンスの選手の本当少し頭を越えて、あのフォワードとかこのオフェンシブの選手のところに浮き玉でパスが出せたり、はいはい、あ、なるほどなるほど、あ、確かにイメージあるな。それがね、多分 J リーグの中で抜群にうまいんですよ、はい、あ、そのギャップをつくパスというか、はいはいはい、もうめちゃくちゃうまいです。だから、ね、大きくて強いっていうイメージありますけど、はい、その繊細なパス出せるんですよ。まあ、僕がずっと言われてたのは、お前下手くそだからボール持つなって言われてた、はい俺によこせ、はい、俺によこせ。だから僕はまあボール持ったらもうとにかく一番最初に何見たかっていうと、はい、ワシントンじゃないですよ、トゥーリを見てたんですからね。そうなんだ、お前はいいから、はいはい、俺もよこせ。まああの本当にうるさいただね、トゥーリオのね、はい、あの悪いところはですね、はい、それも言っとかないといけないじゃないですか。あ、確かに確かに、あのやっぱねラインをね、はい、ちょっとね深めに設定するわけですよ、はい、ディフェンスするときも、はいはい、やっぱね、そこはね、はい、あのスピードがないわけじゃないですよ、うん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 、自分のね、はい、あのディフェンスの仕方みたいなところは、はい、あまりラインを高く設定するっていうよりは少しこう低めに設定する。カウンターの時に自分が上がりやすいみたいな可能性はありますね。もしかしたら引き込むっていうのもあるかもしれないですけど、ね、はい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 、でも僕はやりやすかったですよ、そういうこうあのラインをすごく高く設定して、はい、今の現代のサッカーっていうよりは少しリトリートして、まあただね、もうこれまでの J リーグの中でどういうディフェンスラインを、はい、あの作るのか、うんうん、日本代表でもそうですけど、うんうんうん、まあ間違いなく必ずトゥーリオっていうのは出てくる選手ですね、どの選手からも。そうですよね、うん、まあ彼は超優秀ですよ。なるほど、お前が言うなってね、怒られそうですけどはい、じゃあ次のですね、はい、阿部選手、うん、阿部選手はあれですよね、ケツさん同い年ですよ ね、 そうですね、はい、同い年で、なんか前ちょっとあのケツさんのチャンネルの方で、はい、阿部選手がレッツに来た時来るんじゃないよと思いました。そりゃそうですよだから僕ここに置いたんです。なるほど、ボランチではなく、ボランチじゃない、はい、まあ、本当にどこにもね、あの最終ラインからボランチまでやるような選手でしたけども、はい、だからどういうことをチームに求められているのかっていうのが理解度が高い。あ、なるほど。まあ、本当に、はい、阿部という選手が一人いるだけで、はい、監督はいろいろな形を逆に組めるというか、まあ全てにおいて能力高くプレーできる選手。うん、だから、ね、今これ3バックにしますけど、はい、4バックにしちゃって、はい、左サイドもできるし、はい、センターバックもできるし、はいはい、まあ、ボランチもできるし、阿部一人いることによっていろいろできる。そうですよね。一応まあ強かった、レッツが強かった時代、はい、3バック、はい、まあ、352のシステムを、はい、取ってたので、はい、まあ、こういう風な形にしましたけど、はい、阿部選手当時ケイトさんとダブルボランチみたいな、ね、イメージありましたけど、もうありましたね、はいはい、これ阿部選手みたいな、こう、うん、なんて言うんだろうな、何でもできて
こうマルチな選手と組むときって啓太さんどういうことを意識しながらプレーされてたんですか。いやお前がマルチにやると俺がなんか、はい、あんま生きないんだよ。なるほどなるほど、はい、なるほど。いやでも本当はい、信頼できるというか任せられる。うん、やりやすかったですか。やっぱりやりやすいですよ。だから逆に、はい、安倍の攻撃的なところをもっと僕が出してあげられればなというのはありましたけどね。だからミシャの時の時代って、はい、まあ、僕と、まあ、長谷はあれですけど、はい、ダブルボランチこういう風にやってたんですね、はいはい、3-4-2-1、はい、そうこういうのやってたんですけど、はい、これを阿部がこう下がってこういう風にするとかって、はいはいはい、で僕がこうワンボランチに入ったり、はいはい、っていうのでうまく回ってたっていうこともありましたけど。なるほど。なのでまあ、どちらかというと阿部が最終ラインに入ると、はい、ボールの回しもこう良くなったりっていう、まあ、そうですよね。ビルドアップの流れがね、うん、すごいこうできるようなイメージ、まあ、ポリバレントって言われる代表格ですよね、まあ、象徴的な、ね、選手ですよね、うん、日本でそういう言葉の、うん、じゃあ次の、山田選手もうミスターレッツ、もう啓太さんが入った頃はもうミスター感は出てたんですか。全然です。あ、まだですか。なんか本当にこの人やる気あんのっていう。ずっとなんかやる気なさそうにプレー。ちょっとひょうひょうとしてるというか、はい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 、ただ能力的に言ったら、はい、もうこの中でも、うん、まあトップかもしれないですよ、いろんな人が、はい、歴代の中で、はい、誰が能力持ってるって言ったら、うんうんうん、まあ、山さん上げる人多いんじゃないですか。ただ100% でやったとしたらです、はい、うんうん、いつもだから 60% ぐらいでやってます。なるほど。それでもこうミスターレッツのチームまでね行けたっていうぐらいの天才だったと思うんですね。天才だってここもできるしここもできるし、はい、ここもできるし、はいはいはい、まあ右サイドで使うのがもしかしたら実はもったいないかなっていう気もします。ただイメージ的にはね右サイドっていうところがあると思う、うん、そうですね、どっちかっていうと右サイドが一番やってたかなっていうイメージはね、うん、ありますよね。まあレッツが優勝した時はオフェンシブやったりしてたんですよ。ヘディングも強いし、はい、本当にガチで山さんとトゥーリオがヘディングの勝負したら分かんないですよ、どっち勝つか。そんなにですか。はい、あ、じゃあもうその身体能力も高いし、うん、ボールはテクニックもあると思うんですか。もうはあ、ただ寝てる時間が長い。普段もそういうこうなんていうんですかね、ちょっとこう波があるようなタイプの方なんですか。普段も、うん、あんまりサッカーに興味がない人でしたよね。なるほど。だ、つかみどころがない人ですよ。よく監督からスリーピーって言われてましたよね。スリーピー、あ、寝てる、はいはい、なるほど。だからよくあの山さんは、はい、トゥーリオに怒られて、はい、長谷部に怒られて、はい、でも全然聞いてないみたいな。じゃあ次は、じゃあ長谷部選手。長谷部選手は後輩ですよね。静岡の後輩でもありますね、はいはい、元後輩ですけど、はい、今は先輩みたいな。なるほど。まあもうね、語る僕が言うまでもないでしょっていう、うんうん、まあ一緒にやってた頃は、はい、まあ、ダブルボランチ組んで、はい、まあ、左サイドやってました、はい、まあ、左と右のボランチでしたけど、はい、まあ、彼が前に行く、うん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 、でディフェンスに関して言うと、はい、僕と長谷部で結構広いエリアをカバーするっていうことをやってましたけど、今だったらね、うん、この真ん中のポジションをこうやったりもしてますけど、長谷部選手ってレッツに入った頃ってちょっと攻撃的な選手でしたよね。どっちかというと超攻撃的な選手。そうですよね、はい、そうですよね。だからなんかこうだんだんドイツ行ったりとか代表で見てるにつれて、うん、プレースタイルがちょっとこう変わってったじゃないですか、はいはい、あれはケイトさんが実際にプレーされてる時は想像ができました。入ってきた頃は想像できなかったですけど、はいはいはい、まあ、これ原口元気が、うん、まあ、話してたんですけど、はい、例えば原口元気のような超攻撃的な選手でも、うん、例えばブンデス行ったら普通の選手だと、うんうんうん、はい、別にスペシャルじゃないと、うんうん、まあ、いいもの持ってるねぐらいで、うんうん、終わってしまうと、うん、って言った時に、うん、まあ、長谷がブンデス行って、はい、
そういう、こうポジションをこう下げていくっていうのは、まあ普通のシナリオなのかなっていう。日本人が生き残っていく上でみたいなところ、だから頭がいいっていうかクレバーだし、何でもできるわけですよ。変化することができる、そして自分のポジションを見つけることができる選手じゃないかなと思いますけどね。長谷部選手もう38歳ですけど現役ですからね、まだブンデスリーガでしかも、ね、いつまでやんのこの間日本に帰ってきたタイミングでも、はい、一緒に時間過ごしましたけど、まあでも変わってないですよ。あ、そうなんですね、うん、整ってました。あ、整ってました。はい。あ、じゃあもう高卒で入ってきた時からも整ってた。入ってきた時は整ってなかったです。あ、整ってった。整ってったんですよ。あ、やっぱそうなんですね、はい、左サイドはアレックス、はい、サントス・アレサンドロ選手ですね、はい、唯一、はい、もしかするとこれアレックスじゃなかったかもしれないな。あ、なるほど。例えば誰が候補がいたんですか、他に。候補ですか、はい、まあ平川選手ですね。あ、平川選手ね、はいはいはい。まあすごくこうバランス、そしてスピードを持った選手、ただスペシャリティ持ってるっていう点で、まあアレックスのフリーキックで、はい、救われたこともあったし、はいはい、左のクロスの精度、だから得点を生み出すことができる、はい、チャンスメイクができる、はいはいはい、まあ左足はもうすごかったですよね。ただね、ディフェンスがね時々お粗末だったっていうのでみんなにいじられてましたけどね。なるほど。でも、はい、そのいじられ役が、はい、なんていうんですかね、チームのバランスを生んでたっていうのがありましたね。なるほどなるほど。まあでもエスパルスの時代の時は、はい、まあ前の方やったり、まあ日韓ワールドカップではフォワードの脇左サイドでちょっとプレッシャーだったこともあったんで、ね、ウィングバックと一緒にこう、はい、シャドウみたいなね、はい、ポジションもやってましたよね。よりそのやっぱ高い位置で生きる選手、うん、そうだからアレックスをどれだけ高い位置でプレーさせられるかどうかっていうのは、はい、僕ら の, バロメーターになってますね、調子の。じゃあ次のですね、小野伸二選手、まあはい、僕が憧れ、はいはい、ケツさんなんかあれですね、チャンネルで実は中学校の時に1回ね、うん、初めて見て衝撃を受けたみたいなことをおっしゃってましたね。衝撃を受け、はい、そして一緒にボールを列に入ってから蹴らせてもらって、うん、はいはい、衝撃を受け、うん、なんかこんな才能あったらいいなって思わせられる選手でしたよね。練習でポジション的に結構対峙しやすそうなポジションだったりするじゃないですか、はい、その辺でなんかこう受けた印象っていうのはこっちがどういう風にしようかっていうのを見透かされてるみたいな、はい、あ、なるほど。この人と一緒にプレーできる喜び、そして何ですかね、自分がサッカーが上手くなった気にさせられるというか、とりあえず審査にパス出しておけばなんとかなるみたいなのもありましたからね。はいはいはい、入った時にミニゲームかな、はいはい、もう必死にボール取り行った時に、また空いてるよって言われて、また取られてますよ、言われて。それは辛かったです。辛いっすね。辛かったです。あ、また空いてるって言ってまた取られて辛いな。そのぐらい、それはすごいっすね、はい、やっぱりね。あともうね、人間的にもう100点です、はい、うん、すごい後輩である僕にも、例えばご飯食べ行った時に気を使ってくれて、僕が気づく前に先に、はい、こう気を使ってくれるっていう。あ、なるほど。やべえ、新次さんに気使わしちゃった、はいはいはい、すいませんって言うと、はいはい、え、全然みたいな、え、なんでみたいな。なるほど。なんかこう先輩からも後輩からも慕われてるイメージありますね。本当にそうですよ。キャプテン翼ですよ。そうですよね、はい、なんかそんな感じですね。小野選手もう42歳、まだやってる、未だに現役ですねでもやっぱ新次さんの監督の姿とかを見てみたいし、ね、もしかすると、はい、なんかクラブ経営みたいなところもなんか、あ、なるほど、向いてるんじゃないかなって僕は思ったりしますけどね。なるほど。じゃあ次がですね、ロブソン・ポンテ選手、うん、ポンテ選手は、2007年の J リーグ
MVP に選ばれた、うん、すごく攻撃的な選手でしたけど、一緒にやられてた印象はチームの勝つためのメンタリティはこうだっていうものをいろんな選手にこう波及させられる。もちろんプレーでも重要な、はい、局面で、はい、チームを救ったりしてるんですけど、まあ頼りがいがある。でも波もあるわけですよ、ブラジル人特有の、はい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 、で最初に入ってきた時に、はい、ポンテって誰みたいな、はいはいはい、ロブソン・ポンテって誰みたいな感じだったんですよ、はいはい、夏に加入したんですね、2005年の、はい、途中に、はい、全然動けないんですよ。ちょっと太ってて、あ、はいはいはい、全然動けなくて、はい、大丈夫この人みたいな。ドイツから来ましたね、そうです、確かね、はい、で日本の暑い夏がダメだみたいな。でただ1週間たち2週間たち、はい、こう調整してフィットしてくるんですよ、はい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 、で最初どういう、はい、質のプレーをするのか全く分からなかったんですけど、あ、すごいすごいすごいっていうのが、うん、こう一緒にプレーすればするほど徐々にこう分かってくる選手、はいはいはい、高まってくる、はい、なるほど、ね、まあでもよく怒られましたね。あ、そうですか、はい、あ、でも僕も怒ってましたけど、あ、僕はどっちかというとロビーに、はい、ディフェンスこうやってやってくれ、はい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 、ロビーは攻撃の時に、うん、はい、お前もっとこうしなきゃダメだみたいな、フォローしろみたいなんですよね。でも一番はサッカー選手として何が重要なのかっていうのをよく、はい、ピッチから離れたところで、うーん、話させてもらって、はい、もちろん監督の言うことは聞かなきゃいけないし、うん、こうこうこうだけど、うん、今クラブが進んでいく道は今こういうふうに言ってるけど、うん、サッカー選手っていうのはこうだぞとか、人間としてこうあるべきだぞとか、まあ、お兄ちゃんみたいな存在だったかもしれないですね。なるほど。ケイタさんの引退試合にもね、ポンテ選手来られてましたね。そうです。確かね。あとは僕がロビーの家にブラジルまで遊びに行きました。あ、そうなんですね。はい、あ、じゃあ結構交流あるんですね。そうなんですよ。あ、今あれですね、ポルティモネンセの強化責任者で、ね、結構なんか、あ、そういう道に行くんだみたいなね、うん、思った記憶があります、うん。結構レッツにもね、外国人選手紹介したりとか。そうですね。はい、人格者ですね。あ、なるほどね。はい、じゃあ次、はい、フォワードですね。最後この強烈な2人ですけども、はい、うん、じゃあまずエメルソン選手からちょっとお話伺えればなと思います。はい、はい、もうとにかく速い、はい、で仕掛けるのも速いんですよ、うん、普通のタイミングだと、はい、もう1個来るだろうなっていう、このタイミングではもう何ですかね、ボール横にずらしてるんですよ。ああ、なるほどなるほど。引きつけてじゃないですよ。はい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 、だから彼はすごいのが、トップスピードに乗るまでの時間がすごく短いというか、すぐトップスピードに入れるんですけど、はい、そうするとディフェンダーって一瞬こうグッと引くじゃないですか、うん、でもう一個来たタイミング合わせていくとかっていうのができないですよ。なるほど、はいはいはい、こういう感じなんで、はいはいはい、僕らが下がったと同時にもう、はい、横にバックステップしながら横はいけないですからね。そうなんですよ、ね、まあ、すごかったです。 あとはシュート練習の時に、はい、ちょっと今から本気出すねみたいな、はい、そうすると全部入るんですよ。はい、でそれまで何だったのみたいな。あれ練習とかもね、ほとんどやってなかったですね。ああ、そうなんだ。試合で、試合がトレーニングであり試合みたいな感じです。で試合以外興味なかったんじゃないですかね、当時。ああ、なるほどね。でもね、得点を取ったり、ね、MVP 取ったり、はい、ね、まあエメルソンに救われましたよね。結構なんか外から見てると破天荒な選手なのかなみたいなイメージはありましたけど、まあ、練習も来ないですしね、うん、あ、来ないとかもあったんですけど、はい、はあ、歯が痛いからとか。歯が痛い。家の前に見たことのない動物がいるから怖くて出れないとか。それ絶対嘘ですね、それ。家の前の電柱が倒れてたから車が出せなかったから、はい、はい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 、まあ極めつけはあれですね、ブラジルに帰るとやっぱ戻ってこないわけですよ。あ、はいはいはい、空港まで来たんだけどパスポート家に忘れたとか。いや絶対嘘だ。唯一エメルソンが、はい、言うことを聞いたのがエジムンドでしたね。さらに上ですもんね、エジムンド。そうなんですよ、はい、エジムンドが、はい、まあ、レッツに3ヶ月間だけいたんですけど、はいはいはい、エジムンドがいる時だけすげえ静かでした。あ、やっぱそうなんだ、はい、
そのブラジル破天荒スターの先輩ですもんね。破天荒スターの先輩。先輩ですよね、完全にね。だからこの、まあ、ワシントン、エメルソンの2トップっていうのは、うん、まあ、当時はなかったじゃないですか、うん、そうですね、まだ入る前、はい、まあ、ここに田中達也、はい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 、で達也とエメルソン、この強烈だったんですよ。高速2トップでしたよね。でオフトに言われてたのは、うん、僕らがこうサポート行こうとするじゃないですか、うん、行くなと。お、普通行けって言われて、何をしてるんだと、はい、ここで2対3が作られてるんだったら、うん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 、この2人だったら、はい、崩せるかもしれない。なるほど。でもここで1人サポートに行ったとしたら4対3になると、はい、4対3になると難しいっていう、うんうんうん、スペースもなくなる。スペースが埋まっちゃいますもんね。だからエメルソンと達也のサポート行かないっていう、逆にそういう考え方あるんだと思いましたけど、確かに。でもそれでゴール量産してたんで、だからあんまりその自分たちでこう押し込んでゲームを作ってっていうよりも、今のこのチームだったら、はい、エメルソンと達也のこのスピードを生かした形が一番点が取れると、ショートカウンターみたいなのが一番取れるから、はい、そういうチーム作りをしてました ね、 なるほどね。じゃあ最後の、エメルソンの後ですかね、ワシントン選手が入ってきたのは、はい、タイプは違うんですけど、2人とも、まあ、あの共通して言えるのは、はい、俺が点を取る、あ、なるほど、なんですよ。でワシントン選手に背負われたら、はいはい、本当ボール見えないんですよ。あ、でかすぎて、でかすぎて、はいはいはい。でさらにこのワシントン選手、足も速いわけですよ、割と、はいはいはい、あのストライドが大きいから速く見えないんですよ。はい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 、でも一歩も大きいし、はい、速いんですよ、うん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 、ただ、このペナルティーエリアの中で、はい、背負ってからのシュートとか、はい、うん、シュートの技術っていうのは本当特別なものがありますよね。ここでのテクニックは半端ないんですよ。なるほどね。もうここでの、うーん、だから象徴的なのが、はい、鹿島戦かな、はい、この、ね、左サイドで、はい、内田篤人、はい、完璧にかわすんですよ。だからあんまり大きいから、はい、ステップとか、うん、ドリブルとかうまくなさそうに見えるんですけど、はい、このペナルティーエリアの中でのドリブルとかテクニックっていうのはすごかったです。なんかこうワシントン選手もどっちかっていうと破天荒なというか、そうですね、劇場家みたいなイメージがありましたけど、ね、はい、試合になると人が変わっちゃう人です、ね、ああ、じゃあ普段結構温厚なんですか。温厚ですか。あ、そうなんだ。いつもニコニコして、あ、こちら側がふざけると、はい、ああみたいな、あ、そうなんだ。全然なんかこう楽しくやるんですけど、試合になるともう止められないです。そうなんだ。試合になると変身するタイプですね。変身しちゃいますよね、サッカー選手。はい、普段はもうビールが大好きで。そうなんだ、うん、なるほど。いいおじちゃんみたいな感じでしたけどね。いやでもこれ11人今回選んでみましたけど、改めてなんかとんでもないチーム作っていただいたなと思いますし、ねえ、はい、もうこれいろいろなパターンこれでできるじゃないですか。そうですね、本当にシステム含めて、うん、ちょっと長谷部さん大変かなみたいな、このね、ポジションだとね。ちょっとこう、この辺がね、全員攻撃的なんで、まあ、一番もしね、バランス取れるとしたら、はい、こっちなのかな。そうですね、これ、長谷部さんちょっと大変そうだなっていうのはありました。これね、エメルソン左サイド持ってるって面白いかもしれないんだよね。なるほど、こういうのでも面白いですね。はい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 、面白いですね。やられたいみたいな。これもいいな、これもいいな。あー、4-3-3ですね。あー、そうですね、はいはい、これいいんじゃない。これも面白いですね。これだとさ、セットプレーでもマジ点取れるでしょ。これ強烈だな、うん、で多分長谷部とエメルソンがまた喧嘩するみたいな。でもやっぱ当時の浦和レッズってなんかその個性が強い選手がこう言い合いしながらお互いの良さだったりとか、うん、やっぱ引き出してたみたいなイメージちょっとありますね。そうですね、どっちかというと、まあ、練習中からすごい言い合いというか喧嘩してましたから、うん、ザ男みたいな、うんうんうん、集団、そんな集団でしたね。うん、やっぱこういうところに岡野さんがいるっていうことが大事だった。はいはいはい、岡野さん、岡野さんがいるとこうチームが引き締まるとか、はいはいはい、やっぱあのもちろん今ベストイレブンみたいな形でこう、うん、選びましたけど、うん、やっぱチームって出てる11人じゃないじゃないですか。そうですね、そうですね、でここにそのさっき言った岡野さんがいたり、うん、酒井友ちゃんがいたり、はい、堀之内さんがいたりとか、もちろん平川選手がいたりと、はい、山岸さんがいたりとかっていう、はいはい、うん、
やっぱそういうチームの生き物なんですよね。ケイタさんこれ入るとしたらまあやっぱここ、ね、いや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 僕が入ると、はい、これだとね入る隙間ないんですよ、はい、これね、はい、これだと俺入る隙間ないんだよなここまで完璧なチームになっちゃうとねちょっとねだから試合に勝ちに行くんだったらね、はいもうちょっとバランスみたいな、ね、バランスねとこありますか、ね、考えるかもしれないけど、はい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 、でもさこれ試合に勝つにしてもこのメンバーで行くかもしれないなまあ時々山さん寝てるから平川さん寝てるとかねなるほどなるほどで阿部選手ここをやってもらうとかねそう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 阿部選手だとねそしたら、はい、そしたらこれであそうです、ね、これでもしかしたら僕入れてもらうとかね、はい、はいはいはいあでもなアレックスの守備力をちょっと上げて良くないから阿部こっちに入れて、はい、山さんこっちに入れるとかね、はい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 、ここ私 ね, ね入れさせてもらうとかねいや夢広がりますね夢は広がりますけど ね, ねケイさんいつかあのねレッツの社長になりたいみたいな話もね昔からおっしゃってますけど、はい、こういうチーム、ね、作るのどうですかお金かかるねあお金かかりますね確かにやっぱりお金かかるねって話になるんですよかかりますねやっぱり当時の金額で多分2億、1.5 から2ぐらいでしょ、はいはい、2億、はい、すごいね、まあ、ただこのねこのベストイレブンだと多分がちゃんとあの機能すれば J リーグ優勝しちゃうんだろうなっていうふうにはね間違いなく思いますけどこれ優勝するでしょしますよね守備固めるとケイタさん出ていただいて、うんあ俺は出なくていい大丈夫ですか、うん、大丈夫ですか俺出るとねあんまりいいことなさそうだなこれケイタさん今回はベストイレブンの選出どうもありがとうございましたありがとうございました、はい、今回はですね、鈴木啓太さんのチャンネルの方でも、コラボ動画上がってますのでぜひともそちらもご覧になっていただければと思います、はい、今回はどうもありがとうございましたありがとうございました。